ニセ恋、嫁入り。まあ、素敵な環境で素敵なひとときを。マジ恋プラス。続きから始めるぞ。最初から始めるね。好みの設定に変えてね。備えあればエレインなし。オンにすることをおすすめしますわ。どうぞ。タイトル画面に戻るぞ。 B 効果音の音量を変えるよ。 BGM の音量を変えるよ。声の大きさを変えられるわよ。 B コナビゲーションキャラを変えられるよ。そりゃそうよね。私でいいの？ありがとう。私が必要だと？まあ、そんなにも私を求めて。セリフとセリフの間を変え、会話のテンポを調節できるぞ。セリフの表示速度を変えられるわよ。セリフとセリフの間を変えられるよ。スキップ、文字の表示スピードを変えるぞ。設定を変更します。ニセ恋、嫁入り。久しぶりに見たな、この夢。昔出会ってすぐに仲良くなった女の子。俺の初恋は確かにあの子だった。いつか再会することを約束し手渡されたペンダントは今でも俺の大切な宝物だ。顔も覚えてない女の子との約束か。ちゃんと果たせる日は来んのかな。塩加減はと、上出来だな。ぼっちゃん、おはようございます。あー、リュウ、相変わらず早いな。ぼっちゃんが朝食を作ってくださるのにぐーたらと寝てたら罰が当たっちまいやすからね。ぼっちゃんのうまい飯を食えば百人力。今日こそ B5 のやつらなんぞ一網打尽でさ。そう、俺たち周英組とギャングの B5 とは一触即発、犬猿の中、この町の縄張りをめぐっていつ戦争が起きてもおかしくない状況だ。その戦争をギリギリで抑え込んでんのが。おいおい、朝から物騒だな。親父。区長、おはようございます。リュウ、しばらくはおとなしくしてろって言ってんだろ。おめえらが暴れるとラクトスの彼女が困るだろうが。おおか、そうでした。足ときたらつい熱くなっちまって申し訳ありません。坊ちゃん、中英組の一人息子、俺一条ラクト、 B ハイブの一人娘霧崎千棘とはお互いラブラブの恋人同士。その事実が両勢力の全面戦争をなんとか抑え込んでるんだが。モテる男は憎いね。全てはこのクソ親父に押し付けられた設定だ。俺と千棘とは本当は偽の恋人同士、本心からラブラブなわけじゃない。でもこの町が火の海と化すのを回避するために俺は。そうだぜ、リュウ、
血の気が多いのは結構だが、俺のハニーが悲しむようなことはしないでくれよ。へえ、全くもってそうでした。足ときたらなんてバカなことを。ここはけじめをつけて小指の一本くらいは。朝からそんな血生臭いこと言うんじゃねえよ。飯食わせねえぞ。そりゃないですぜ坊ちゃん。おっと、そうだらく、すっかり忘れてたんだが、朝飯ついでに一つ頼まれてくれねえか。頼み？ちっと奉納用の稲荷寿司を作ってもらいてんだよ。は？稲荷寿司？そりゃ作るのは構わねえけど、なんだよ奉納用って。おれ、近所にでっけえ神社があるだろう。あそこの神主とはちょいとした知り合いでよ。そいつが今月海外に行かなきゃいけねえとかで、掃除やら何やら一切の世話を頼まれてんだよ。まあほとんどは若いもんに任せてんだが、外れにある社だけはおめえにも協力してもらおうと思ってな。それで供え物の稲荷寿司か。別にいいけど、もちと早く言ってくれよな。だからさっきも言っただろ、すっかり忘れてたって。材料は買ってあっから、とにかく頼んだぜ。へいへい、わかったよ。さてと、学校に行くついでにお供えにも来てみたけど、こりゃ、ホコリとかかなり溜まってんな。こんな端っこにある社じゃ、掃除の手もなかなか回んねえんだろうな。しゃね、まだ時間もあるし、ちょっときれいにしてってやるか。うむ、良い心がけじゃ。ん？今なんか聞こえたような。気のせいか。まあいいや、本格的にやるのは今度にして、とりあえずホコリくらいはささっと払って、稲荷寿司も置いてっと。よし、こんなもんだろ。あとはせっかく神社まで来たんだし、どうせだからなんか願い事でもしてみるか。稲荷寿司を備えるってことは、ここは稲荷神社なんだよな。稲荷神社ってそもそも何を叶えてくれる神様なんだっけ？当方はノンジャンルじゃ。どんな願いも叶えてやるゆえ、好きに願うがよい。どんな願いもか。それなら10年前の約束が果たせますようにとか、そんな感じかな。って誰だ？ふん、ふん、なかなか良い味付けじゃの。わらわの好みとはちと違うが、これはこれで大いにありじゃな。おま、いつの間に。つうかこら、その稲荷寿司は神様へのお供え物だぞ。わらわのために持ってきた寿司じゃろ、何の問題もないではないか。ほっほっほっ。こんなに甘くて美味なる稲荷寿司は久しぶりじゃ。ああ、全部食べちまった。お前どこの家の子だ。神様の飯を食うなんて非常識すぎるぞ。だから、わらわがこの社の神様じゃ。神様？お前が？はあ、朝から変な奴に絡まれちまったな。全く信じておらんの。仕方あるまい。稲荷の礼じゃ。特別にどんな願いも叶えてやろう。ささ、家内安全上昇祈願、恋愛成就、特別に大盤振る舞いじゃ。何でも言え。何をわけのわからないこと。物分かりの悪い男じゃの。ならばゆっくり説明してやるとするか。人とコミュニケーションを取るのも仕事のうちじゃからな。では始めるぞ。え、始めるって何よ。だからコミュニケーションじゃ。向かい合って人と話すのは
久しぶりじゃの。そうじゃな、とにかくお主の疑念から聞くとしよう。何、難しいことはない。感じたままのことをタッチして選ぶのじゃ。さあお主、わらわを見て何か思うところはあるかな。何と言われても耳としか言いようがないの。もちろんお主ら人間の耳よりもずっとよく聞こえるようにできたるぞ。願い事を聞き漏らすようなことがあれば神として失格じゃからな。何、どうせ月耳じゃろうって。無礼な、なんと疑い深い人間じゃ。わらわにも意地がある。そんなに疑うなら実際に触れてみるとよい。さあわらわの耳に触れてみよう。つまりお前はこの社に住んでる神様ってことか。うむ、いわゆる狐の化身、お稲荷様というやつじゃ。まあまだ修行中の身ゆえ、厳密には神でなく岩子に過ぎん身なのじゃが、しかしいつかは本当の神になるぞ。そのための努力じゃってちゃんとしてるのじゃ。よくわからんが頑張ってくれ。あ、でも小学校にはちゃんと通えよ。大人になったら後悔するのはお前だぞ。こんなに話してやったのに全然信じてないではないか。わらわは小学生じゃないぞ。はいはい、俺もそろそろ行かなくちゃな。ちとぎと待ち合わせもしてたし、あんまり遅くなるとぶっ飛ばされちまう。じゃあなおたま、また会ったら今度はもっとゆっくり話を聞いてやるよ。頭の固い集め。じゃがきっとこれも何かの縁。そして何よりあの稲荷寿司、あの味は捨てがたし。遅いわよ楽。彼女を待たせるなんて彼氏として失格。へいへい、悪かったよちとげ。ちょっと寄り道してたら時間食っちまって。つうかちゃんと待っててくれたんだな。そりゃあまあ恋人同士なんだからそのくらいしなきゃ疑われるでしょ。別に私が一緒にいたいわけじゃないんだからね。分かってるよ。なんせ俺たちは
ただの偽の恋人関係だからな。いって、なんで殴るんだよ。うるさいわね。言葉には気をつけなさいよ。私は別にあんたのこと。あ、なんだ。なんでもないわよ。おはようございます、お嬢。貴様もいたのか、一条楽。なぜ倒れている？つぐみ、倒れてる理由はお前のお嬢に聞いてくれよ。よくわからんが、貴様が悪い。全面的に悪いな。そもそも貴様がお嬢の恋人だというのが悪い。全否定かよ。ラクサマうわ、立花。おはようございます、ラク様。今日も凛々しくて男らしくて素敵ですわ。こら、出会い頭に飛びついてくるな。一日ぶりにラク様にお会いできたんですもの。もっと近くでお顔を見せてください。近い、近すぎる。何をやってる一条楽。早く橘マリカを引き剥がせ。そうよそうよ、あんた彼女の前でなんてことしてくれてんのよ。俺のせいかよ。あのような野蛮な方々は放っておきましょう。楽様、楽様と私は10年前に結婚を誓い合った中、誰も私たちの愛を止めることはできませんわ。私の言い名付けだかなんだか知らんが、今は関係ないだろ。お前ら朝っぱらから喧嘩すんなよ。貴様は黙ってろ。っていうか、なんで私が貴様のことでこんなにイライラしなきゃならんのだ。俺に聞かれても。おはよう、みんな朝から元気だね。あ、この声は一条くんも。おはよう。小野寺って、その花どうしたの？怪我してるよ。ああ、ちょっと一悶着あってな。大変、それじゃ。はい、絆創膏貼ってあげるね。小野寺がこんな近くに。怪我してよかったかも。癒されるぜ、マジで。おはよう、ラク。なんだよ、朝から我がクラスの美女を独り占めして登校か。羨ましいぞ、この野郎。ま、俺はルギちゃんと登校できたから全く悔しくないけどね。偶然会って、あなたが勝手についてきてるだけでしょ。相変わらずひどいな、ルギちゃんは。楽しくお話ししてるところ悪いけど、そろそろ歩き出さないと遅刻するわよ。本当ですね。お嬢、急ぎましょう。ラク様は私とゆっくり行きましょうね。今遅刻するという話が出たばかりだろうが。っていうか、何度も言わせないでほしいけど、ラクにくっつきすぎ。いい加減どきなさいよ。いいじゃないですか、朝の登校くらいはラク様の隣を譲ってください。いや、相変わらず両手に花だな、俺の親友は。まったく、どうして小崎もあの中へ飛び込んでいかないのかしら。ルリちゃん。えい、一条ラク、貴様もさっさと走れ。お嬢を遅刻させる気か。へいへい。なんだか今日も騒がしい一日になりそうだな。ふふ、名は一条楽というのか。やはりお前に決めたぞ、楽。
よし、飼育係の仕事も今日の分はこれで終わりだな。今日は朝からいろいろあったし、まっすぐ帰って寝るとするか。ん？ようやく見つけたぞ。ぎ、お前はビーハイブ一の幹部クロード。俺たちだけの中を一番疑ってるやつだ。なんでてめえが学校の中まで入ってきてるんだよ。ずっとお前を探していたのじゃ。どうしても聞きたいことがあっての。どうせチトゲとの関係のことだろ。ここで捕まって変な質問なんかされても厄介だな。さあおとなしくこっちへ来い。誰が行くかっての。じゃあな。なぬ、待て、松野じゃ。松野じゃ、あいつなんか変なもんでも食ったのか。まあいいや、とにかくあんな野郎に絡まれたら面倒だ。さっさとあいつを巻いて学校から出るぞ。もしもし、ラク？今クロードがあんたを追ってるのを見たんだけど、何かあったわけ？おお、チトゲか。俺にもよくわからねえんだが、ニタニタ笑いながら追いかけてきやがるんだ。なんつうかすげえ気味の悪い感じだぜ。それは嫌な感じね。じゃあひとまず背の高いものの影に隠れて移動するといいわ。教室の中を通るなら教卓の裏なんか安全ね。あとクロードの正面には絶対に立っちゃダメよ。わかった、なんとかしてみるぜ。3機ラジトゲ。一条楽、聞こえるか。おう、つぐみか。珍しいな、お前がかけてくるなんて。今遠くから貴様の現在位置を確認している。宣告、クロード様と貴様の監視シフトの打ち合わせをしていたはずなのだが、なぜ先に帰ったはずのクロード様が貴様を追い回しているのだ。どういうことか説明しろ。知るかよ、全然身に覚えがねえっつーの。というかどんだけ俺の監視に力入れてんの。その様子だと特に貴様に非があるわけでもなさそうだな。クロード様は何か勘違いをされているのかもしれん。ひとまずは貴様の撤退をサポートしてやろう。丸ボタンを押すとしゃがむことができる。しゃがんでいる間は障害物越しの相手からは見つからなくなるぞ。ただししゃがみっぱなしでは動くことができない。視線が外れた瞬間に丸ボタンで立ち上がり、×ボタンで速やかに移動するのだ。危なくなったら丸ボタン。安全確認後立ち上がって一気に移動。これが敵陣潜入の基本だ、覚えておけ。敵陣潜入って、俺は単に学校から出たいだけなんだが。グダグダ言うな、見つかりたくはないのだろう。奥の方に教室の柱があるな。クロード様の視界に入らぬよう、なんとかそこまで行き柱の陰に隠れるんだ。なるほど、あの出っ張った柱の陰ならなんとか身を隠せそうだな。それから床に散らばったものにも注意しろ。迂闊に踏むと音が立って気づかれてしまうぞ。了解、慎重かつ大胆に行動せよってことだな。ありがとよ、お前がサポートしてくれると心強いぜ。うん、せいぜいうまくやれよ。もしもーし、ラク、今どこだ。帰りにカラオケでも寄ってかない。悪いし、今ちょっと面倒なことになっててな。それどころじゃねえんだよ。なぜか知らんが、チトゲンチの幹部に追っかけられちまっててさ。なんとか隠れつつ校内から立ち去らねえと。ほほう、つまりはスニーキングミッションですな。ってことは当然ダンボールは持っているだろうな。は？ダンボール？いや、持ってねえけど、なんだよ。
何を言っているんだ。敵から身を隠しつつ移動するなら段ボールが必需品なのは常識だろう。そうなのか。段ボールで身を隠すなんて聞いたこともねえが。なんだと。じゃあもしかして先よりタバコもブロック型栄養食品もなしか。なもんあるか。第一栄養食品はともかく、未成年がタバコなんて持ってるわけねえだろうが。やれやれ、なんて貧弱な装備だ。まあ案ずるな。段ボールの前で丸ボタンを押せば中に入って隠れられるから自由に使うといいだろう。え、なんでそんなもんが用意されてんだ。まあいいや、使えるもんは使わせてもらおう。サンキュラッシュ。なあ、では幸運を祈る。見つけたのじゃ。今日も一日疲れたぜ。しかしクロードのやつ、今日は何だって校内まで入ってきたんだろうな。普段は学校の外から覗く程度だったのに。いや、それも十分おかしいけど。ただいま。おかえりなのじゃ。うおー、まったく無視して逃げるとは冷たいやつね。てめえなんでこんなところに。ん？クロード？おお、そうじゃ、変化を解くのを忘れておった。え、お前、おたま。ふぬし、わらわの言うことを信じておらぬようじゃったからの。驚かせようと思って学校の近くにおった男に化けてみたのじゃ。すごいじゃろ。すごいつうか、なんつうか、驚きすぎてなんて言えばいいのか。お前マジで人間じゃないんだな。ようやく信じたか。やれやれ、時間がかかったの。信じはしたけどさ、なんで俺の家にいるんだ。良いところに気づいたの。わらは今日から1ヶ月ほどここに住むから。は？お主のいなり寿司がことのほかうまかったのでな、もっと食いたい。じゃからここに居候させてもらうぞ。ダメに決まってるだろうが。おとなしく神社に帰れよ。誰も来ない神社に一人でおってもつまらんじゃろうが。このおとわけが逆切れ。いいから、お主はわらわのために稲荷を作れ。こいつ、全く引き下がる気ねえな。分かったら、おとなしく首を縦に振れ。何、目の前にご利益の化身が座っているとでも思えばよい。お主が望むなら、意中の女子との縁を取り持ってやってもよいのだぞ。いらねえよ。そういうのは自分の力で何とかするもんだ。そうかの。ま、その辺のポリシーはお主の勝手じゃが。何にせよ1ヶ月はここにあるのじゃ。気が変わったら遠慮なくわらわに拝め。お前がここに住むのはもう決定なのかよ。住むったら住むのじゃ。はあ、何を言っても無駄みてえだな。神に逆らうなんて土台無理だろうし。しょうがねえ、1ヶ月だけだぞ。ふむふむ。ただし親父や竜たちには見つからないよ。
人前にもホイホイ出ないこと、それが条件だ。いいな、心得ておこう。うつしおでの宿も確保できたことじゃし、これであとは目的を叶えるだけじゃな。目的？お前なんか企んでるのか？何気にするな、大したことではない。そんなことよりももっと重要なことがある。心して聞け。え、なんだよ。いなり寿司はお揚げを裏返して作るのじゃ。その方がわらわの好みじゃからの。それ大事なことなのか？うん、夢忘れるでないぞ。ではこれから1ヶ月間世話になるぞ、楽也。へいへい、よろしくな、おたま。まったく変なやつに懐かれちまったな。1ヶ月か、厄介なことが起こらなきゃいいけど。坊ちゃん、朝ですよ。早く起きないと遅刻しますぜ。今起きるわ。今朝のご飯はアジの開きでさ。よし、今日も一日頑張るか。好みの設定に変えてね。何も変えてないけど、いいの？